リーグレ共和国はフランス革命戦争期のイタリア北西部に短期間存在した共和制国家である姉妹共和国の一つリグーリア共和国とも言うモンベロの和訳の結果ナポレオン・ボナパルトにより1797年6月14日に作られたジェノバとされたリーグレ共和国成立時にしの国境は北はサルデーニャ王国 東はパルマ・エピアチェンツァ公国、東北はチスパダーナ共和国、南はリグリア海。短期間存在したフランスの衛星国であった。旧ジェノバ共和国の領域に作られ、リグリア地方の大部分を占めた。1805年6月フランスに併合された。また、サルデーニャ王国に併合される前の1814年の4月28日から7月28日までの、 短期間に共和国は復元されていた。リーグリ共和国は白地に赤十字のジェノバの伝統的な国旗を用いた。表記はフランス帝国に併合されたとし、1814年短期間復元されるが1815年にサルデーニャ王国に併合される。ありがとうございます。